お瓶のとこ見てください。橋本さん訴えないでください。まあ橋本の前編悪口ですね。百田さんって橋本さんと仲悪いんですか？前は仲良かったんですけどね。はい、まああることがきっかけでちょっと展開になりまして、はい、4年前にですね、ツイッター上でちょっと論争して、はい、その辺から橋本さんは、地上波のラジオとかテレビでもう私の悪口ばっかり言うんですよ。そこで橋本徹の研究って書いちゃうところが、僕はひろゆきの研究とか書くみたいなもんですよね。俺研究したくないもんだって。吐きながらもう爆笑してた自分で。なんとおもろいと、もうこんだけ突っ込みところ満載の発言ないよなと思いながら、はい、で最初は200ページの予定だったんですよ。200ページ書けば1冊の本になるからと、書いてるうちに300ページに増えました。結構訴訟リスクもあるような内容なんですか？ありますね。はい、